上平の公民館に集まった子どもたちと地区の皆さん、今日は力を合わせて七夕の飾り付けをします。まずは飾りを作ります。地区の人に教わりながら色紙をのり付けしていきます。白もできました。ここでまた開けてみて、順調でした。童心に帰って60年ぶり懐かしい、可愛いですね。どうですか、子どもたちとやってみて。楽しいです。元気が出ました。こちらは子どもたちが家族と用意してきたという短冊。色紙の飾りと一緒に笹に結びつけていきます。スイカがいっぱい食べたいな。飾り付けに夢中になっている子どもたちのそばでお礼の手紙を用意している地区の人たちを発見。何日前からなんかこうやった方がいいんじゃないか、お手紙を。そうそうそう、そしてついに完成。お手紙も子どもたちの手に渡りました。日南市役所スキー部。